どうもスタンプの吉弘です。どうも永瀬智弘です。はい、なんと火曜日の劇場というですね企画がございまして、サーティーサーティーですな、はい、そうですよ、平日の火曜日にインディペンデントシアターファーストで30分のお芝居をですね、こう2団体が30分ずつやるっていうのをこう交互に上演するという企画があるんです。私吉弘はですね、はい、9月の22日の火曜日にチューズデイズというこの火曜日の劇場のためだけに生まれたかのようなユニットに、はい、実は初参加で火曜日の劇場に出演いたします。おめでとうございます。チューズデイズ女4人、原案はあの絢爛あ転身とか爛漫とかだったかな、うん、ちょっと不安です。おっと、はい、を原案にした女の子の4人芝居に出演することになりました。はい、場所はインディペンデントシアターファーストの方でですね、予約をすると1800円、そのチケット1枚でこの団体とその時に同じ日にやってるもう一つの公演も一緒に見ていただけるようなお値段になっております。お得だね。お待ちしてます。